嗨，大家好，我是史莱猫，欢迎收看实况野球2021中信兄弟季赛模式。今天的先发投手是罗莉，对上富邦悍将的郭俊麟，我们就开始比赛吧。两队本季的第五次交手，那一样是在东京巨蛋中信兄弟的主场。那今天跟昨天刚好相反啊，是罗莉要来对付老东家。ブラザーズの先発は右のローン、ガーディナーの先発はルーキーのクヨン、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。右のローン、罗莉，本季第十三场的初赛啊，一胜零败，防御率4.08。来练投吧。这个直插球等级5啊，感觉蛮厉害的。好，比赛要开始了。第一棒是右打者林哲轩，内角的曲球挥空啊，外角直球挥空。那个内角的，哇，抓到了，扑下去，没有拦到啊。内角的直插球被跟到了，轮到二棒的王振堂，招牌二缝线，补成界外，先做一个牵制啊。哎，等一下，怎么穿成这个样子啊？我都 pitch out 了，怎么会啊？无所成家居啊，好怪哦。哇，好险好险！完了完了完了！没有人出局，一三垒有人啊！又是安打，而且还是没有人出局，一三垒有人啊！吴金龙的安打，再有一分打点，富邦悍将先持得点。打击轮到第四棒的林奕璇，这个状态太好了啦，好可怕、啊！要怎么投啊？只能用招牌内角二缝线了。挥空，好，三振啊！稳下来，稳下来，轮到蒋志贤。挥空，さあ次の投球、完全に外れた。第三球は、这球打得非常扎实啊！取りました、マニオカ。哎，不敢跑，真的假的？不敢跑？是我传太准了吗？好奇怪啊，不敢跑。第九、投げた、ツーシームに送ってストライク。初球ストライクから投げた、ボール。好，一好一坏啊，稳住稳住。投げました。見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投げました。打ちました。セカンド。二垒正面。传给游击手，三人出局。失掉一分是不幸中的大幸啊。先制点を奪われています。ルーキーのクヨン、マウンドに。好，富邦悍将的先发投手是郭俊麟，零胜一败，防御率7.07。然后我们的第一棒是王威成，先来看一下郭俊麟的变化球，有一个变速球、曲球跟一个滑球，球速150，加油，只有一分落后而已。外角的滑球进到好球带，游击方向，
捕击手接到之后传向一垒，一出局。打击轮到二棒的陈文杰。出棒太早了。哇，掉进好球带啊！两好一坏。两好两坏。哦，满球数了。很强劲，但是又被游击手拦到了，传向一垒。好衰啊！等到许阿翔。内角的变速球是坏球。外角的需求坏球。这球拼命安打，是呀。等到四棒的许基宏。哇，这个滑球很刁钻啊！有中，只要能落地，许阿翔就可以冲回来。太好了，追平了。靠着许基宏的安打。好险哦，林哲轩没追到。等到五棒的詹子贤。内角速球。外角球打成反方向，好，国辉锁定接杀出局，好，追平了比分啊。1回が終了しまして1対1ブラザーズこの回1回怎么感觉要赢一场比赛很困难啊。打球要高国辉，太恶心了。加油加油 OK 不 OK 怎么最后失投了，哭哭，十五轰了，一直被高国辉打了，太扯了。红中直球，哇，又打中广告了啦！啊，直接到李宗贤。挤压到。二垒手正面传向一垒，两出一出局轮到范国成。两好球没有坏球，耳缝线拐回来了，稳下来啊罗莉。OK， 两好球，打回来，三垒方向，王威成接到传向一垒，这局又掉了一分啊。啊，只轮到陈子豪。哇，咬中，但是界外。结果打成高飞球了，捕手接杀出局。一出局，打击轮到岳东华。本季有三发全垒打。游击正面传上一垒，刺杀出局。打击轮到捕手陈家驹。内角的变速球，一好一坏，一好两坏，
又是游击方向，李宗贤接到传枪一雷，三上三下。ブラザーズわずか3人で攻撃が終わりました。2回が終了しまして2対1です。ガーディナ、この回は上位打線。等到富邦悍将的进攻。首先上场打击的是王振堂。第9球。投げた。ストライク。1球目ストライクから第2球。投げた。あっと引っ掛けた。这球二垒方向的小飞球被岳东华接杀。一出局。等到胡金龙的打击。今天的第一分就是胡金龙打回来的。初球決まってストライク。初球ストライクから。投げた。危ない球。第3球を。投げた。3球目ストライク。追い込んで第4球。加油啊！投げました。空振り三振。杀球挥空。低めの変化球でスイングアウトを取りました。等到林奕泉。打击率333。第9。九发全垒打。投げました。第2球投げました。打ちました。哇，扎实。どうだ？掴んでこれで3アウト。詹子贤 ，nice play。では改めてリプレイをご覧ください。超强的。哇，哇，超级精彩啊！最後はいい守りを見せてくれました。哎，德保拉要回到圣头王了。不是圣头王，防御率王了。等到阿坤。外角的滑球是好球，一好一坏。连续两颗滑球。哎呦，好险好险！满球数。第6球を投げた。おつけた。反方向。一垒手扑下去啊！林奕泉扑下去了，难得。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。轮到王威成的打击。ここはバントに警戒します。投げた。ストレートはボール。哇，坏球。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球。投げました。完了！不要双杀 ，safe。打击轮到陈文杰，一定会牵制的。偏低的坏球，再做一个牵制。拉回来，再界外。一好两坏。第4球は。咬三坏。次は5球目。走った。打ちました。打跑战术成功了。冲向三垒。OK。ブラザーズ同点のチャンスを迎えます。打击轮到徐亚翔。ここで試合の流れを左右するターニングポイント。まずは一塁牽制。先做一个牵制啊。第九，投げました。要中了，飞得超级超级远，出去吧！逆转三分炮，本季第46轰，完全有中啊！这个偏高的滑球。ブラザーズやりました。これで流れをぐっと引き寄せました。逆転の場面、映像でご覧いただきましょう。哇，超级远！好爽好爽，逆转喽！他击中了许基宏。这球内角的滑球一样啦，炸裂！本季第9轰。应该投变速球的，那才是你的武器啊，郭俊霖。差点讲成郭富霖啊，郭俊霖啊。打击轮到詹子贤，中间方向很强劲，但是李宗贤接到传上一垒，两人出局。再轮到一号重炮陈子豪，偏低的曲球，
内角直球拐回来，贝林哲先接杀了。好啦，至少这一局拐了四分啊，直接大逆转。轮到蒋志贤，一垒方向滚地球，徐继宏接到制裁垒包，一出局，稳下来啊，罗莉。首先是一个好球，很强劲啊，还是不敢跑。可是下一棒是高国辉啊，加油，双杀，可以啊，太好了，一个紫杀球打成双杀打，而且是由投手来策动的。罗莉稳下来了，而且解决了强打者。这时候换上了吴世豪，防御率7.45，零胜一败。本季第六场的初赛，他进入到岳东华，他的变化球是垂直滑球、变速球，球速150。对于左打者 F 还派上来啊。打得很强劲，很强劲。左外手武金龙追到了，蒋志球接杀出局。轮到陈家驹，外角的坏球，这球咬中，但是又是掉虾池啊，哭啊！轮到阿坤。姜昆宇接球，终于首轰出现了，恭喜啊，小可爱！抓到偏高的变化球，拉回来，6-2，而且飞很远哎，是完全咬中吧？偏高的滑球，哇哦，这个挥棒太帅了吧！这个挥棒很粗暴哎。等到第一棒的王威成，插棒界外，哇，鸟碰啊！左外手胡金龙掌握到了，将这球接杀出局，三人出局。这局中信兄弟再得一分，靠的是姜昆宇的阳春炮。乱讲一堆话，好。五局上半，轮到李宗贤，罗莉续投。OK， 有一垒手接到制裁垒包，一出局，轮到范国成的打击，拉回来，富邦打者急了，很快就出棒，然后很快就出局了。打击轮到林哲轩，完了。给我界外，谢谢。好险好险，我会有下一次啊。好，好险好险。好了，换个球路吧。外角的二缝线，三振出局。好险好险。好，打击轮到陈文杰，外角的滑球太低了，可惜啊！这球非常扎实，但是左外手掌握到了，出棒有点晚啊。打击轮到徐阿翔，今天有两支安打的表现。打得很扎实，很扎实，但是中外手掌握到了，在警戒区将这球接杀出局。两出局轮到许基宏，今天有两分打点。
偏高的是好球啊，偏高的变速球。第三球，外角的滑球。第四球啊。哇，这球很刁钻嘞，内角的好球，拉回来二垒方向，刺杀出局，五局打完6-2，31-4领先了。打球轮到王振堂，火力还行吗？还可以啊。把这局投完吧，希望可以啊。好，只杀球，再来一次啊！硬打回来，二垒手接到传向一垒，一出局，轮到胡金龙，他击率30%，有3发全垒打，10分打点。拉回来，形成一支平飞安打。打击轮到一拳，第一球是好球，第二球跟不上。哇，又是安打，好了，换头，看来不行了，轮到蒋志贤啊，要换谁啊？没有投手啊！没有投手啊！魏硕成吗？投手没体力了啊！魏硕成，本季2胜0败，防御率1.17。哇，太低啊！好，有变速球，打成界外，双杀打，谢谢，化解危机。六局上半无功而返，还是6-2。打击轮到詹子贤，投手还是吴世豪。这球偏高的直球拉回来，形成阳春炮，本季第12轰。比数来到7-2。哇，还有重播啊，领先5分了，炸裂炸裂，啊，这边叫炸裂陈子豪，内角速球没有进到好球带，可惜啊，这球很好打的，要中，但是又打中间啊，好衰啊！被林志谦接杀出局，轮到岳东华。一球是坏球，选掉。拉回来，触碰太快了。哇，打成滚地球。可惜没打好，轮到陈家驹。哇，打成鸟飞了。6局结束，比数7-2。打轮到张敬德。初球ストライクから第2球変化球ストライクアウトローへこれで追い込みました投げました流し打ちジャンプ跳起来没接到
轮到高国辉啊。回空。看来又是双杀打了。还在了。投げました。インローに送ってストライク。第2球投げました。一好一坏。第3球を投げました。打った三遊間の打球破ってった。三遊之间穿越啊，形成安打。好险，刚才有双杀。バッターは指名打者。一个三明治啊。三振とショートゴロ。見送ってストライク。第2球。ウェイコー。追い込みました。第3球を投げた。外れた。ボール。第4球はボール。第5球投げた。打ちました。三遊間へのゴロ。又是安打。天啊，换投手吧。いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。さあここ。然后林哲轩啊，林哲轩我记得对左投手 B 啊，这是一定要换投手了。换谁啊？王大元烂掉了，好了，补好了，好难抉择哦。最近一直抄后援投手哎。防御率 1.69。第9投げた。バッターの足元。第2球投げた。打ちました。插棒界外。投げた。天地啊！第4球を投げました。拿回来。レフト方向へ持っていきました。被左外手掌握到了。接杀出局，三人出局。リプレイをご覧ください。真的是好险，好险！二者残塁。连续挂了五个零，虽然安打比我多啊。换上欧舒城，零胜三败，防御率4.58。变速球、垂直滑球、曲球啊。好，轮到刚才开轰的阿坤。想再来一发，结果打成了左外的飞球，被胡金龙掌握到，一出局。等到王威成的打击，今天没安打，外角的变速球没有进到好球带，直球也是在坏球的位置。拿回来，形成安打。这时候要拼上二垒了。再形成二垒安打。今天的第一支安打出现了。好，轮到文杰。哇，拉回来是滚地球啊！好，三垒有人，轮到徐阿翔。打穿了，三垒有人打出了安打。轮到许基宏，不会盗垒的，六分差了。拿回来又是安打。Safe。他寻找詹子贤。很扎实，很扎实，差点又出墙啊！看来又是一支长打。再来是一号重炮陈子豪，拉回来，三分重炮，子豪炸裂，本季第9轰。开鲁格了，12-2。外角的坏球，
第2球。投げた。インロー。ボール。还是坏球。第3球は。インコース。咬中，但是坏在界外区啊。第4球を。投げた。打った。一、二塁。二垒方向滚地球，传向一垒刺杀出局。スリーアウトチェンジ。7回までが終了しました。这局灌了五分。ブラザーズさらに5点も追加しています。好爽，好爽、哦！13支安打得12分啊！この回は上位打線から始まります。先頭バッターは。好，就让博豪投完吧。第9。初球決まってストライク。まずは入れてきました。内角的滑球。投げた。打ちました。ジャンプ一塁線。哇，又是安打。太会打了吧！いいバッティングを見せました。バッターは3番コ。今日はここまで3打数2安打、1三振。第2球投げました。ストライク。投球は3球目投げました。打ちました。哎呀，没接到。ボールは中継。可恶啊！送上了机会啊！広げてしまいました。第9投げました。初球出てた。很扎实，很扎实。被接杀，给我回去！好险，好险！等到蒋志贤拉回来，完了完了，长打！是二垒安打。可是我没投手喽，怎么办啊？好像不太妙。第9投げました。外角低め見送ってストライク。第2球2球目ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げました。三分炮。ライトを見上げた。本季第5轰。第5号阿德炸裂。白球は無情にもライトスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。12-6了。哇，博豪哭哭了。真的没投手了啦。万大元，ブラザーズピッチャーを変えてきました。真是呼风猛炸。マウンドに上がったのはカン。これが12試合目の登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。互相伤害。好，六分差。第9投げた。初球に送ってストライク。まずは決めてきました。投げた。今天高国伟好像有一支全垒打。第3球を投げた。外れた。ボール。さあ4球目。打った流し打ち。一垒方向滚地球。一塁刺塞垒包。これで2アウト。ランナーありません。右バッター。轮到小花贤。第9投げた。外角低め。地球是好球。まずは入れてきました。第3球を投げた。3球目ストライク。三好一坏。追い込んでから投げました。打ちました。二垒方向。セカンドから一塁送球。反向一垒。スリーアウトチェンジ。这局被灌了四分啊！12-6。この回这真的是富邦悍将吗？太神了！八回の裏、ブラザーズ攻撃に入ります。この回の先頭バッター。好了，我要换代打了。ここまで三打数ノーヒット。はい。バッターは切り札。そう。苏伟达。第九。不爽啦！爱打全垒打。太甜了，太甜了。本季第11轰。13-6啊，互相伤害，来呀、啊！看谁比较厉害。右バッターボックスは9番。等到阿坤。ホームランを打っています。初球を打ちました。平飞安打。是一支长打。这是胡金龙的传球吗？有够烂的。これで今シーズン11度目の猛打賞。换投了林奕豪，一胜三败，防御率5.68。自分のペースで投げることができるかが。来看一下变化球。紫砂球、滑球跟个快速的
喷射球，球速152。微尘的打击，杀球进到好球带，偏高了。又是安打了，我要抽。再，谁叫你要激怒我？轮到陈文杰。好，三垒有人啊，有推进的效果。轮到徐阿翔，徐阿翔今天有三支安打，先是一个坏球，哇，刁钻啊，又是好球，咬中了，虽然没有出墙，但是是一支长打，是二连打。内角的紫砂球，好爽啊！等到许基宏，哇，基宏，你怎么打成这样？来看一下哦，古基宏的传球有够好笑的，居然还可以 safe 啊！等到詹子贤。坏球，坏球！拉回来，直接被接杀，有够衰啊！好啦，得了三分啊！我看看，我看看，捕手换上高宇杰，中外野换上岳振华，右外野。我看一下，算了。三垒手要给谁啊？潘志邦好了。さあ、ここは守備を変えてくるようです。さあ、いよいよ最終回、バッター切り札ハン。大元加油啊！決まったストライク。我们没投手了。投げた。アウトコース低め。最近真的考验调度啊。投球は三球目。投げました。一垒方向滚地球，投手制裁垒包。打击轮到林哲轩，又是一垒方向。马上就两出局了，不愧是大元啊！好，三人出局，比赛结束。这场的最后打击打得好爽啊！可可以九分差，15-6结束比赛。然后投手的 MVP 居然是罗莉啊！五局只掉了两分的样子，然后徐阿翔今天五分打点，太扯了。好了，无聊来看一下重播好了，之前都不看的。这是胡金龙的安打，带有一分打点。然后下一个半局，马上就靠着许基宏的二垒安打，把一垒上的许阿翔送了回来啊！许阿翔跑得飞快，直接跑了三个垒包。在一局下半，三指前的打击打成右半边的飞球，被接杀出局，没有再得分啊！这时候是1-1。然后高国辉在二局上半。马上打一发阳春炮，比数来到了2-1。三局下半，一三垒有人一出局啊！许阿翔这次逆转了三分全垒打，打在中外野方向。然后许基宏也补了一发 solo home run， 是 back to back。然后江坤宇今天也有全垒打，今天太扯了，连阿坤也开轰了。然后还有詹子贤的阳春炮，
这时候7-2啊，后面应该没了吧？七局啊，两出局一二垒有人，然后林哲轩打一个飞球被接杀，这局富邦无功而返。好啦，没了，后面分差太大了，分差太大就不播了。大胜，打了3小时47分钟，努力的第二胜，郭俊麟吞下了第二败。然后今天有好多全垒打，有徐阿翔、张坤宇、许基宏、詹子贤、陈子豪，还有苏伟达，念不完啊，几乎都是阳春炮。哎，没有哎，陈子豪跟徐阿翔是三分炮啊。代打全垒打，100分打点达成，应该是徐阿翔啊，今天一口气灌了5分啊。好啦，下一场是江少庆啊，而且是最好的状态，要对抗的是罗杰斯啊。没错，先发投手是罗杰斯。我的牛棚还是没复原啊，好惨啊！唉，好难熬啊！好啦，先玩到这里吧，非常感谢大家的收看，我是史莱猫，我们下次再见啦，拜拜。